こんにちは、かくすけです。やっていきます。ヴィーナス&ブレイブスです。はい、ナグゾスサール出てきました。レベル10。特徴今まで全然読んでなかったから、たまには読もうと思いまして。それは姿を持ったし、そのもの。数多くの魔物たちに君臨する魔物の王。その一撃は岩をも砕き、その雄たけびは天をも震わす。しかし今はまだ復活が完全ではなく、本来の力を発揮できてはいないようです。よしよし。ということでね、実際そんなに強くないですね。HP 280、攻撃力10、回復後の複数攻撃が、初回攻撃力合わせて6プラスの6。で、吸収があります。うん。ABCA、ABC でいこうかな。A のタイミングで吸収される人がいる。うん、攻撃力10。11。うん、体力そんな少ない子いないんだよね。うん。で、このイベント戦ってあんまり、レベルは上がるけど、正直あんまり、仲の良さは変わらないのかなって思って。11。23。チャッケルね。結構座れるのは仕方ないかな。仕方ないな。その時はシャッケルに吸わせようかな。シャッケルを A として、うん、回復じゃなくて複数攻撃も12耐えられれば OK だから、12耐えられるってもう全然余裕なんだよね。うん。セルウェルさんちょっと使いたい気はするな。うん、これでいいかな。なんだ、なんかもっと強い人が来てほしかったな。うん、うん、これでいきます。シャッケルの部分を間違えないように注意。はい、戦闘です。ラグゾスサールだ。はい、うん、強い。攻撃補助が強すぎるもんな、魔女ちゃんの。ビビ。はーい。ナグゾスサール、いちいち長いんだよね。行動のアニメーションが長いんだよね。吸収される前に倒せそうな気もするね。そうはいかないか。
いいね。大丈夫だよね。クリエルさんは普通に攻撃力が高い。ユリッタちゃん8。頑張った。はい、生命力出しをされますと。モルイベンさんが勝っちゃう、倒しちゃう可能性あるなぁ。いや、さっきいる。はいはい。もう一回させない。よしよし。よーし、みんなオーラが出てるけど、まあそこまではいかないな、きっと。うははは。全然だよー。シャッケルが攻撃して、モルイベンさん倒しちゃうなー、きっと。スピード的に。サラシッドちゃん。あ、いや。どっちからだっけ。ああ、モルイベンさんから動いた。そうかー。惜しかったなー。素早さの差が。順番がいけませんでした。お、キラ星になったぞ。おー、はい。1036年、破壊される時計塔の災厄は回避され、予言の紙幣は新たなものに切り替え、書き換わりました。これ何？ナグゾスサールを倒したブラッドは少し落ち着いて周りを見た。それは見たこともないような場所だったが、ブラッドはどこかよく知っているような懐かしさと、少し悲しいような手触りを感じていた。んー？懐かしさ。そこに少女が入ってきた。マイラ、来たのか。まだこの辺りは危険だぞ。でもここ、私の場所だから。ブラッド、ありがとう。ああ、どうにか魔物は倒せたよ。けど、ごめん。時計塔の壁がちょっと崩れてしまった。うん、いい。これくらい、私が直せる。それよりブラッド、あ、たくさん血が出てる。マヨラはハンカチを取り出すと、ブラッドの腕に巻き始めた。ありがとう。ブラッド、旅は楽しい？なあ、まあな。魔物を追っての世話しない旅だけど。うん。でも、いつもみんなと一緒で楽しそう。すごい話してくれる。あなたは私と同じ不老不死だけど、仲間がいる。素敵ね。マイラも仲間になればいい。入団希望者はいつでも大歓迎だ。ダメ。私はここにいなくちゃ。どうしてそこまでこの町にこだわるんだ。あなた、時計塔の別名を聞いたことある？なになに？シルの塔だ。それは後につけられたものよ。最初は精霊の川って呼ばれてたの。今でもスクーレの町の人すら知らないけれど。川？ここは聖なるものが流れる場所なのよ。そして私はその番人。ここを守るためにずっと生きてきた。離れられない。どんなに町の人に疎まれても。うん、それに
らかにここはおかしくなってきてる。夜中に鐘が鳴ったり、魔物が出たり、精霊教に異変が起きてるとしか考えられないわ。精霊教。精霊教？それは何だ？実在するのか？うん、聖なるものの流れ着く先の世界よ。このまま放っておけない。闇の雫だって控えているし。マイラ、お前は一体。何？出たか、あの人。一瞬の出来事だった。あ、散らばっていた魔物の肉片が時間を巻き戻すがごとく元通りにくっついていく。やめて、ナグゾスサール。メイロちゃんが。肉片はたちまちナグゾスサールの体を再生し、マユラがその手の中に捕らえられていた。捕らえられた。わあ、これだ。我は生き返り、何度も何度でもな。マイラを返せ。ブラッドが飛びかかるより早く、ナグゾスサールは鋭い爪にマイラの服を引っ掛け、彼女もろとも塔の上へと飛び上がった。老朽化した時計塔の屋根をぶち抜くと、やめてー、そのまま去ってゆく。マユラちゃん、待ちやがれ。気になる。はい、セーブしましょう。マユラちゃん無事かな。目の前で殺されてはいないから多分大丈夫ではあるけど。おい、魔物がどこへ飛んでいったか知らないか。魔物ってやつは飛ぶのかい？見てないのか？時計塔のマユラがさらわれたんだ。さ、知らないね。それにしても万人のやつ、やっぱり魔物と関係があったか。前から薄気味悪いと思ってたんだ。どうせならこのままいなくなってもらいたいね。うわぁ、ひどいなぁ、畜生。ブラッド、ダサい奴の言うことなんか気にしてる暇ないだろ。そうだよ。今は目撃者探し優先だ。探し優先だ。ああ、そうだな。二手に分かれよう。レオとエイドは酒場の方から回ってくれ。わかった。おい、おいってば、フィニー。フィニー、町に来ていいのか？アリアに怒られるぞ。バカ、アリア様のお使いだよ。町外れの森に来いってさ。悪いが、今忙しいんだ。例の予言の魔物を探してる。見なかったか？俺は知らないけど、アリア様なら何か知ってるんじゃないか？来いよ。そう、だね。わかった。マユラがさらわれた。魔物の行方を知らないか？あんた全部知ってるんだろう。教えてくれ。落ち着きなさい、ブラッドボアル。私の言いたいことは一つ。すぐにオートが向かい、オートに向かいなさい。次の最悪が始まってしまいます。そんなこと今言うなよ。いいえ、私は以前から言っていたはず。1036年の大きな流れを作ったら、次にすべきことはオートへの旅だと。マユラちゃんが。おい、ブラッド団長、そんなところで何してんだ？魔物は西の砦の方に飛んでったそうだよ。ブラッド、オートへ向かうのです。いけないよ。マユラを見捨ててこの町を去れるものか。これだから人間ってやつは、アリア様も苦労されますね。いいえ、結局最後に困るのはブラッドボアル自身です。学んでもらいましょう。うわぁ、また音がボロボロになっちゃうのかな。
かすごい暗い砦だな。西の砦に駆けつけては見たものの、扉は固く閉ざされていた。よーし、みんなどいてくれ。俺が一発体当たりでもかまして。ダサいことはやめておけ。ここは昔、ゴルメル戦争があった頃、隣のレイラント側が作った砦なんだよ。スクールの精鋭部隊でもまるで歯が立たなかった、難攻不落の厄介者だ。まさか今でも鍵がかかってるとはな。体当たりくらいじゃびくともしねえよ。先にお前の骨が砕けるのがオチ。他に侵入方法は？遠い昔、海の底に沈んだと言われる砦の鍵を探すしかねえな。何十年かかるか知らんが。畜生、どうにかしてこの扉を爆破させればいいんだよな。お前にそんな技術あるのかよ。俺は無理。でもあの大泥棒なら、何でも爆破してしまう謎の天才大泥棒か。そりゃいい人材だ。しかしどうやって捕まえる？鍵探すのと同じくらい時間がかかりそうだぞ。奈落に行けばいい。闇ギルドにもよく似た手口を得意とする奴がいるって、昔ビビさんが言ってたじゃないか。なるほど。泥棒捕まえるより手っ取り早いな。よし、闇ギルドへ急ごう。エイド、お前よく覚えてたな。褒めてやる。お、初めて褒められた。まあな、忘れるわけないよ。あの会話が俺とビビさんの出会いなんだ。そうね。褒めてやるよ。理由が何であれ、褒めてくれた。なんだ、チカって光ったな。想像しいぞ。死産が何のようだ。急ぎの依頼だ。天才大泥棒はどこだ。俺たちに協力してくれよ。泥棒？知らんな。ここは奈落。職業や名前は関係ねえんだ。エイド、下がってろ。失礼したな。爆薬の知識がある人材を貸してくれ。ビビちゃん。最高。やるな。合言葉覚えてやがったか。わかった。お前には借りがある。そもそもあの時お前らの手を借りたのは、こいつが故郷に帰って人手不足だったせいだ。これも縁だろうな。あ、そうなのか。おい。わっ、美しい。足音もさせずに出てきたのは、カミソリのような鋭い目つきをした女であった。忍者ちゃん？次の依頼主は騎士団さん。驚いたか。別によろしくな。仕事内容は虫かい。そっか、最初に煙幕みたいな投げるもんね、忍者さん。西の砦を爆破してほしいんだが、もし準備が必要なら。もうできてる。かっこいい。俺の名はブラッドボール。よろしく頼むよ。奈落で自己紹介かい。あ、すまない。闇ギルドで名乗るのは禁忌だったな。構わないんじゃないか。命が惜しくないなら別に。西の砦までは遠い。日のあるうちに着きたくば早く出よう。かっこいい。仲間にはならないかな。なるかな、いつか。難攻不落の西の砦だ。天才大泥棒のお手並み拝見ってとこか。なんだその顔は。この呼び方に文句があるなら名前を教えろよ。やりにくくて仕方ない。よくそんなに声は低くなってないね。ユマ。お、ユマちゃん、よろしく。もう爆発させてる。いきなり何するんだ。僕を殺す気か。
お、この砦には4匹の魔物が巣くっているようです。順に倒してマユラを救出しましょう。はい、わおわお、これはワクワクするぞ。ダークソーサラー1体だけ倒そうかね。無属性で HP90 弱い、攻撃力6、防御力6、攻撃力強化、いやもう一旦でいける。90ね。161で素早さ的に最初にディニファマスさんが行くね。じゃあ大丈夫だ、誰がやっても。移動です。はい、ダークソーサラー、1体だけ倒そう。後半に行くにつれて強くなるんだろうな。大きな物音がする。ああ、魔物が暴れてるんだ。魔物だったか。ユマの役目は扉の爆破だ。もう帰っても構わないぞ。あんたたちはこの仕事でいくらもらうんだ？いや、別に。金ももらわずに仕事してるのか。もちろん、もらう時もあるさ。もっぱら食料や寝床の提供だったりするけど。何にせよここでやらなきゃ世界が終わるんだ。すごい敵がいっぱい。敵が来た。とにかく今は戦わないと無事でいられそうにないね。お、入る？一応説明しておくと、私たち忍者は一度に2回の攻撃ができる。余計なことかもしれないけど。わあ、仲間になったな、シルエット。やった。どうしよう。年齢的に アラセッタちゃん、いやー、セルベルさんだな。うん、ありがとう。今まで連勝できるかな。できないね。ブラッドボール、いやー、いいかな。下に返す。ありがとうユマ、ここはとにかく協力して魔物を退けよう。行くぞ。やったやった、さりげなく仲間になった。嘘だ、嬉しいぞ、かっこいい。どうも、ユマレオ交換になるかな、きっと。年齢的に、16か、攻撃補助。うん、このままいっちゃおう。あ、強い強いな。でも長くは一緒にはいてくれそうにないな。34までか。いける？どっちが早いだろうか。
よし、来たー、やったー、初めて聖騎士さんが上がった。よし、攻撃力上がったし、おゆまちゃんが、よし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 、マユラ、無事でいてくれ。みんな急ぐぞ。はい。で、ゴブリン担ぎ。うん。弱い。え？何この弱さ。あれ？あー、ネクロマンサーだけ普通だ。よーし。じゃあ、今回はここで終わりにします。次回この3体倒していきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。